お願いします。こんばんは。大丈夫ですか皆さん。はい、始まりましたよね。始まりました。もう一回やってきます。もう一回やってきます。もう一回やってきます。行きましょう。せーの、こんばんは。あー、よかった、始まりました。はい、こんな感じでもう皆さんお気づきの通り、本日はともみさんのライブコマースなんですけれども、3人でやっていくという特別番組ですね、今日はね。年末ですし。あ、そうか、そう、確かに年内ラストの放送ということで、今日は3人で楽しませていただこうと思います。皆さんもぜひぜひついてきてくださいね。はい、よろしくお願いします。改めまして、全国的には知られていないちょっとレアで美味しいものをご紹介します、平山ともみさんのライブコマース、司会務めます八田貝しおりと、はい、今日はお手伝いさせていただきます。なんだ、はい、八木静香です。お願いします、はい、お願いします。そして山智美です。よろしくお願いします。もう両手に花で、もう私ルンルンなんですけど、今日女子会チックで ね進めていきたいんですけれども、はい、今日はコメントもね、皆さんと盛り上がりたいので、女子じゃない方も男性もどしどし、はい、コメントで参加してくださいね。お待ちしてます。はい、コメントの仕方なんですけれども、うん、ちょっとね、パソコンでないとコメントができないという、なかなかに発展途上、そう、早くね、スマホからもできるようになってほしいんですけど ね、うん、ね、なかなかね、うん、難しいということで申し訳ございません。お付き合いください。はい、コメントの仕方はこのような感じとなっております。はい、はい、ライブ配信画面右上のコメント表示をクリックしてください、はい、はい、で皆さんもネットには慣れてらっしゃると思いますので、うん、その見慣れたね、コメント欄のところからコメント書き加えていただければなと思います、はい、今ムーフーさんすごい書いてくれてますね。あ、そうそうそう、ヤギさんだって私にも反応してくださって、ありがとうございます。女子だけではなくて男子ですっていう感じで、ね、ありがとうございます。はい、ぜひぜひ。そうなんです、ともみさん、しおりさん、年内最後のライブコマース配信楽しみに待っていました。今夜もよろしくお願いしますということで、ヤギさんもよろしくお願いします。はい、はい、ということで、うん、はい、今回はですね、はいはい、3人の特別バージョンでお送りするんですが、はい、何をご紹介しましょう。今日はね、ほら、年末年始って言ったら、はい、なんかいろんなところにご挨拶に行く機会って言えるでしょ。そうですよ、ね、結婚するとね、親戚が倍増えるわけよ。あ、そっか。そしたら挨拶に行くお家の数も増えるわけよ。なるほど。でその都度お土産を持っていかなきゃいけない気持ちになる。なるほど。気持ちになる。持っていかなかったりもするけど、持っていきたい気持ちになる。なるほど、なるほど。もう大変ですよね、そこを選ぶのがね。そうそうそう、毎年会うってなったらね、はい、そうですね、去年と、また一緒みたいなこともあるし、やっぱりちょっと腕の見せ所的な感じですね。嫁としての評価もあるしね。そうなんですよ、両側からのすごい、いろいろな思いを感じます。そうなんだ。いい人だから何を持っていっても喜んでくださるのよ、だけどやっぱりいいものをね、こっちも気持ちを込めて確かに持っていきたい。やっぱりなんか見た目ももちろんなんだけど、食べて美味しいもの、うん、やっぱさすがよく知ってるわね、みたいなことぐらいはね、言われたい。そういうの言われたい。言われたいです。今日はそれをご紹介いただけるっていうことですね。セレクトしましたので、わ、楽しみです。すごい楽しみ。いや、もう私も勉強しながら、はい、進めていこうかなと思います。将来、ね、彼氏のところに挨拶に行きますみたいな。そう、確かに。そっか、このアーカイブ見て、本当ですね。いや、結婚前でも大事ですね。ちゃんと情報収集しとかないと。そうですね。あ、もう大丈夫だわって思ってたけど全然違いましたね。わかりました、勉強します。皆さんも一緒に勉強しましょう。はい、あ、待って待って、皆さんからもコメントいただいてる。こんばんは、今回3姉妹ですね。はい、井草さんがありがとうございます。しおりさん、プレッシャーですね、藤高さん、どっちで呼ぼう、ムーフーさんでもいいですか、藤高さん、どっち呼びがいいですか。すごい。ありがとうございます、いつもありがとうございます。もうこんな感じで自由にね、コメントしてもらって大丈夫なので、はい、なんだったら私はどこから見てますっていうのも教えていただいたら、あ、なるほどなるほどっていうね、今回は送る関係もいろいろ関わってくるから、はい、広島県内の美味しい手土産をご紹介するんですけど、うん、そうそうそう、これまたね、最後に買うことはできますので、県外の皆さんも広島県内のレアなもの入手できますからね。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ進めてまいりましょうか。はい、まずは一
瓶目です、はい、はい。最初はね、こちらです、うん、じゃん、こちら。おー、かわいい。なになに、はい、かわいいです。え、めちゃくちゃかわいい。モナカの中に、はい、あのお味噌汁が入ってるんですけど、うん、このかわいいでしょ、これ。めちゃ、はい、牡蠣の形をしてますよね。あ、なるほど。ということで、そうそうそう、牡蠣か、ね、そう、うん、広島といえば牡蠣でしょ。です。そう、それでね、なんかモナカの皮に入ってて、こう顔までついてて、めっちゃ可愛くないですか、めちゃくちゃ可愛い。これ実は三谷製菓さんというモナカの皮を作っている会社が広島にはあるんですよ、うん、かなり老舗でして、これが創業なんと94年ということで、うん、昭和の初期の頃から続けてらっしゃる、うん、八木さんめちゃくちゃ詳しくないですか。あの、奥さん友達なんですよ。あ、そうなんだ。今日だけてくれてた。あらららら、お世話になってます。本当にね、あの老舗で美味しいモナカの皮を作られている会社なんですけど、はいはい、モナカって言ったらやっぱり甘いね、あんこが入ってる、確かに、あのお菓子っていうイメージがあるけれど、うん、それだけじゃなくてアイスクリームの皮にしたりとか、またこんな風にお汁を入れて、はい、お味噌汁として、お味噌汁としてお吸い物とか、お味噌汁としていただいたりとか、用途はいろいろあるんですよ ね。でもモナカの皮を作ってる会社っていうのが今やっぱり世の中少なくなってるみたいなので、はいはいはい、三谷製菓さん大忙しだそうです。これね、お湯をかけるだけで、うん、はい、あの出来上がりのお味噌汁なので、ね、ちょっとお汁粉みたいな感じだけど、これはお味噌汁ですからね。浮いてる浮いてる。ちょっと、ね、あ、よろしい。ぜひ。じゃあ八木さんは、私はピンクにします。え、これは味はどうなんですか、ピンクと白で。あの、モナカの色が違うだけで、これは中は同じかな。あ、中にもあの牡蠣のさ、エキスの入ったフリーズドライの味噌汁、はい、入ってて、あと広島のも入ってるから、広島まで、広島のエキスがギュッと入ってるような、はい、なんということでしょう。こういう商品も待ってたんですよね。でもずっとあるんですよね。これね、最近登場した。あら、そうなんだ。あれは昔からなんだけど、うんうん、牡蠣もなかの味噌汁は最近の新発売で、うんうん、三谷製菓さんのね、はい、あ、そう、これ皮は2枚が重なってるから、うん、だから自分でなんか、まあ、挟むといいかね。なるほどなるほど。じゃあこれをちょっと挟みますね。でもこれ、あの、八木さん、開けた瞬間からいい香りがしますね、うん、すごい、お味噌と牡蠣の、うん、味噌汁自体が美味しいのが分かる香りがしてる、うん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 。あの、なんかモナカの皮にも、うん、あのエキスが入ってるっていうことで、あ、皮にも、うん、皮にも、え、皮に入れるんですか、牡蠣のパウダー。あ、ちょっと、え、これ伝わるかな。ちょっと近づけていいです。それだけ食べてみたら、え、あ、確かに、うん、ちょっと食べてみていいですか。ちょっとつぶつぶしてません、色がつぶつぶの感じがある。牡蠣の味する。じゃあ八木さん、はい、うん、どうでしょう。すごいわかる感じじゃないけど美味しい。なんかおせんべいみたい。これだけでも食べたい感じ。食べてみよう。美味しい。たまらないかも。あ、うん、あ、ほんのり美味しい。ほんのり美味しいよね。まあ、とりあえずお湯かけます。そうですね、うん、確かに。あの、すんごい遠くにいる気がする。いる気がした。上品に。香ばしさがいいね。ですね。すごい美味しい香りがした。しかもこうやって、あの、うん、自分で作っていくのいいじゃないですか。うん、ね、わあ、広島のもいっぱい。これだと、もうほら、あの、ふやけてきました。はいはいはい。いや、ちょっと先生、これ、あれ。すごい、あの具がさ。いい。あららららららら。あの、味噌汁の風味も今すごく広がってるけど、うん、それ以上にモナカの香ばしい香りが、あ、本当だ、わっときた、きましたね。あの、今ここでかき混ぜた、うんうん、ねえ、モナカの香り、すごいすごいすごい、え、すっごいいい香り、この距離なのに、この距離1メートル離れてるのに、うん、すごい、美味しそうだな、存在感、このモナカの存在感がいいね、うん、本当ですね、うん、金を取ってあげよう。いや、こぼしても大丈夫。そう、私すぐこぼしちゃうから。ちょっとこのモナカの香りにやられてるんですけど。ちょっと、え、すっごいいい香り、なんか広がるのも可愛いですね。見えますか、ちょっとこれ、なんか見てもらいたい。どんなです、もちもちになって、ほんとなんかトゥルントゥルンになってる、トゥルントゥルン、
私はこの最初にやってるんですけど、ほらほらほら、しかもこの具材の多さですよね、フリーズドライですごいギュッと詰まってたんだな。いただきます。いただきます。あ、美味しい。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 なんかすごいいい味。すごいいい味。はい。あっさりしてる。うん、うん、味噌の部分にも、ああ、すごい。あららら。すごい。時間が経てば経つほどトロトロですね。素晴らしい。すごいよこれ。トゥルントゥルン。あ、私はまだね、まだそこまで、ね、熟されてないです。もちもち。まだ時間が多分2分後ぐらい。本当だ、本当だ。あ、時間によってなんですね。時間がすごい。もうちょっとじゃあ大事に育てたいな、このお湯の中で。なんかあの、うん、焼き餅みたいなのを入れたような感じ。本当だ。え、もなかってこんなに変身できるんですか？お餅が入ってるみたい。お餅が入ってるみたい。美味しい。なんか、その私うちおばあちゃんが、まあ、結構高齢になってきて、で結構なんていうんですかね、まあ、お餅食べたいけど。こうね、そんなに今食べられないっていうのをこれいいなって思いました。あの代替品、代替品、お餅の気分を味わってもらえる、味わえる、味わえます、十分です、美味しい、ね、お出汁に牡蠣ももちろん入ってるんですよね。そう、牡蠣のエキスが入ってるし、ね、そう、なんか牡蠣の風味もそうだし、あの広島のがシャキシャキしてるし、うんうん、本当ですね、わかめ盛りだくさん入ってるし、うん、え、めっちゃ本当に美味しいですこれ、ね、わかめも大きい、ね、大きい、そう、すごく食べ応えがある、美味しい。今回もね、これ最初にちょっと食べさせてもらった時に、うん、もう超美味しいと思って、うん、それでもうぜひ紹介しようと思ってね、これは持ってこなきゃと。そう、それであの三谷製菓のモナカ夫人に、うん、モナカ夫人、モナカ夫人が私の友達なんです。そういうことですね。あ、そういうことなんですね。そうなんだ。お願いだからこのライブ壊して紹介するからってお願いをして今日、そう、モナカ夫人すごい頑張ってて、今なんかこの柿もなか、この味噌汁がすごく大人気で忙しいって言ってました。そうなんだ。わかりますよね。これ自分でもなんて食べたいもんね、はい、うんうん、贈り物はもちろんなんですけれども、はい、いやこれもらったら嬉しいな、まだまだゆっくり全部いただきたいところですが、ちょっと次の商品も紹介しましょう。わかりました。こういうね、あの花形のもなかもあるんですよ。花形のもなか、うん、かわいい花もなか、ね、これもあれですよね、もなか夫人が頑張って考えて、あの、はい、考案したという噂を、あらら、はい、聞いたことがありますよ。でこれは、うん、はい、中身がね、いろいろあるんですね。へえ、赤だし、赤だしです、うん、じゃん、オレンジ色は、あ、すごい、ホタテって書いてある、乾燥スープホタテって書いてあるから、うん、ホタテのお味噌汁じゃなくて、これはお吸い物なのか、お吸い物だ、なるほど、で、はい、そして黄色が松茸です。わお、お吸い物の松茸は、うん、乾燥スープお吸い物です、お吸い物、うん、いやー、かわいい、もうこれ映えますね、映えます、映えます、鳥居が書いてある、うん、そうそうそう、ね、なんかあの他にもね、本当は種類があるんだけど、今日はこの3つ、へー、素敵、色もかわいい、可愛いし、食べていいですか、うん、食べてみましょう、ね、シュリちゃんどれがいい、もうそれはもう八木さん、本当、八木さん選んでください、先輩風よ、私、いいって、お願いします、ホタテいい、あ、もちろんもちろんもちろん、もちろんです、ホタテ美味しそう、じゃあ八木さんはホタテで、はい、どっちがいいです、私どうしようかな、もうすいません、すいません、おたたさんの前に、じゃあ赤だし、松茸どうぞ、ちょっとね、お吸い物が食べてみたいなと思ってね、あ、確かに気になりますね、お味噌はさっきの味噌汁が美味しいことはよく分かりました、じゃあ私は赤だしを、うん、これ、女子はもらったらすごい嬉しいですよね、めちゃくちゃ嬉しい、お正月の手土産にするのにこの華やかさが、うん、いや、すごくぴったり、え、まずこれ何からスタートできるのがいい、あ、こういう感じなんだ、なるほど、中にね、あ、なるほどね、だからホタテは取って食べると、なるほどなるほど、こういうふうにサンド、はい、こう、あ、サンドしておりちゃんが言ってた、うん、もみじのね、根が入ってます、かわいい、じゃあ鳥居のね、鳥居がかわいいです、じゃあ私は早速入れます、カップの方かな、かわいい、そう、美味しそう、松茸のお吸い物です、うん、うわー、はい、いいな、あのね、赤だしはすごく、うん、あの本当にいい、うん、赤だしのね、香りがもうすごい、味噌の香りがすごかったです、いいです、あ、ありがとうございます、
すみません、はい、自分の胃の一番に大丈夫です。わー、このお椀の中で映えますね。え、崩すのもスタイラーだこれ。え、どうしよう、眺めときたいね。すごい、こっちのオレンジも綺麗。でも色のこのほのかなのもいいね。コメント来たよ、うん、あ、本当だ。あ、ちょっともうあれですよ、ふんふんさん、ちょっと待ってください。これあの、なになに、ちょっと今書いてくださってる。あ、ちょっとふんふんさん待って、後でね、後でちゃんと触れるから。さすが、もうちょっと後のパートがあるんで。そうですよね、さすがです。あの、このライブコマースお決まりの、あの、注目、ね、そう、ともみさんのね、注目コーナーがありますね。ファッションチェッカーの、はい、そうやります、ね、ちょっと待ってください。ぜひぜひ。で、藤高さんが、お正月にぴったりですねって言って、本当そうですよね。色合いがとっても可愛い、ね、すごい、見てたい感じでね。茶薄いもの、はい、あ、やっぱりこちらもあれですね、うん、あの、トロトロな感じの皮になりますね。え、なんで、すごいな、すごいね、すごい。わ、いい香り、いい香り、あ、ほら、ホタテも香りが生きてる。いや、松茸もね、すごい松茸の香りするんだけど。いい香りがする、すごい、すごい、ホタテ、え、いいですか、してるしてる、待って、はい、すご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 い、それぞれですね、本当ですね、赤出しが強いんじゃないかって思ってたんですけど、すごい、すごい、負けてない、すごく美味しい香り、はい、美味しい、美味しい、安心する、美味しい、優しい味だけどホタテはすごく生きてます。結構しみしみな感じですか。しみしみ、もうね、北海道行かなくていい。あら、行かなくても広島でいいですね。行った気分味わえるぐらい。よかった、美味しい。すごい、ひとっ飛びですね、北海道までね。え、松茸はどうですか。松茸はね、なんかすごい松茸の食感もあるし、うん、すごい、ね、松茸入ってますね。松茸入ってます、しかもでかい。すごい、赤だしはね、安定、安定でございます。安定、うんうんうん、うわー、うん、これは持っていて、あの、やっぱおせちとかと一緒にね、いただいてもいいし、また後日ゆっくり食べてもらってもいいけど、うん、この華やかさはやっぱりお正月の手土産に持って行きたくなる。いや、美味しいですね、うんうん、なんかね、今あのうち受験生がいるんだけど、うん、なんか受験生の夜食にもいいなって思った。いい、確かに贅沢だけど、うん、頑張ってっていう応援でね、本当、応援でね、縁起担ぎでね、本当、本当、めでたい商品になりますよね、うん、これ花開くみたいな、うん、ね、本当花開くし、あら、あら、あら、そういうネーミングはいかがですか。もなか夫人合格祈願で書こう、これ合格祈願って書いて、やろう、やろう、やろう、やりましょう。こうやって生まれていくスタイルもいいかもしれないですね。びっくりした。でも本当にね、今回はあの多分それぞれのものって、あのネットに行けばとか、あのそれぞれのショップに行けばっていうのが買えるとは思うんですけれども、はい、今回は平山智美さんの特別なライブコマースなので、はい、もうそれはそれは特別なシリーズでお送りしていこうと思いますので、はい、また後ほどね、ご紹介をさせていただこうと思います、はいはい、どういうセットでお買い求めいただけるのか、はい、大発表しますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、では続いてに参りましょうかね、はい、私たちも移動しますか。今のだからセットちょっと復習しながら、はい、そうですね、ましょう、はい、はい、では失礼します。はい。急に消える。今度は私たちが試食をしました、はい、かきもなかのお味噌汁が、はい、これが6個つきまして、ええ、それと広島のもなかの、はい、花もなかね、はい、吸い物とか入ってる、ええ、あれがそれぞれ各1個ずつ合計3個、はいはい、つきまして、はい、で、今日はセットにして後で特別に販売いたしますので、うんうん、はい、楽しみに待っていてください、ね、牡蠣のなんですけど、うん、はい、白とピンクあったじゃないですか、うんうん、だからそれぞれがあの選べないんですよね今回はね。届いた時に白でした、うん、白3つ赤3つっていう感じですね、はい、なるほど、なるほど、はい、じゃあどっちが届くか、はいはい、お楽しみっていうことですね。楽しみで、はい、はい、わかりました、うん、では私たちもセッティングが済んだということで、はい、次に参りましょうかね。さあ続いてはですね、はい、ちょっと甘いものも食べたくなりません。食べたいです、ね、手土産というと、はい、というところで、うん、はい、じゃあ続いてご紹介するのは、はい、北広島町にあります勝原八幡堂のゴキネブリもなかというもなかを紹介したいと思います。八木さん、はい、もう一回言ってください。ゴキネブリ
モナカということで、すごいいいお箱に入ってますね。こちらでございますよ。ちょっと今言いたかったでしょ。ちょっと言いたかったので、コラってコラって言われたい感じのことを言おうとしたでしょ。ヤギ先輩っていう。ヤギ先輩。その気持ち私もちょっと最初思った。思った。大丈夫なのかなと思って。おーおーおー。そこもまたねちょっとしっとりと、はい、紹介していきますが、はい、開けますよ。はい。じゃん。うわー。これはモナカはモナカでも王道甘い美味しい小豆のモナカになります。なるほど。真ん中が小豆なんですね。そうなんです。小豆が瓶に入ってるのね。ほう。どういうことかというと、じゃーん。じゃあしおりちゃんこれ持って。ありがとうございます。はい、はい。こちらでございます。はい。すごいびっしり詰まってますね。そうなんです。そのゴキネブリっていうのは、はい、このあんこになっている小豆の品種の名前。ゴキネブリ小豆っていう小豆のもう品種があるんですって。このゴキネブリっていう小豆、うん、そう。でもこの小豆がね広島の在来種の小豆ということで、広島に在来種の小豆なんかがあったんですね。そうそう、なんかねある時お寺に持ち込まれてね、そこから 大切に育てられているようなんです。知らなかった。ありそうな感じですけど、でもとっても数少ないのね。そう、それがね、うん、どんな小豆かというと、ちょっと写真が出ますでしょうか。さあ、うん、これねパンフレットにもいろいろね、うん、あるんですけれども、あ、こちらこちらこちら、うん、ちょっと小さめなのかな。そうね、粒はどうですかね。粒がちょっとちっちゃめで、なんか黒っぽい。そうね、うん、あの赤い小豆もあるけど、はい、ちょっと黒っぽい感じのね、うん、やつなんですけどね。これがゴキネブリ、ゴキネブリという、うん、はい、小豆なんですが、はい、さあしおりちゃんの誤解を解いていきたいと思います。お願いします、はい、このゴキネブリのゴキ、うん、はい、しおりちゃんが想像してたあいつとは違いますよ。ね、絶対皆さんも思ったでしょ。ちょっとコメントのやつ持ってくるの忘れちゃったんですけど、はい、こちらでございます。ゴキというのはこちらでございます。ほいほい。漢字を見ると、あー、なるほどと皆さんね一目瞭然だと思います。写ってるかな、こっち側、ね、こっち側。はい、はい、いただきました。ありがとうございます、はい、器と書いて、はあ、ゴキということなんですね。なるほど。はい、ということで、はい、であと眠るっていうのは広島弁で知ってる？もうあんた指眠りさんなよ、汚いみたいな。舐める？舐める？え、知らない？ちょっとあんまり、やば、本当にあんまり言わない、あんまり言わない。ええ、もういつまで指眠りよるんねん。ちょっと待って、私の同級生ちょっとパソコンから見てない？ちょっと本当、え、知らんよね。本当やばいな、ここ知らない世代に言われるかもしれませんが、そう、眠る、眠る、はい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 、はい、眠るっていうことなんですけど、器を眠りたくなるほど美味しいということで、ごめん眠りというねことなんだそうですよ。ちょっと勘違いしててごめんなさい、本当に。あ、ね、藤高さんねじゃないんだねって、ね、そうそうそう、ちょっとドキッとしたと思うんですよ。そうなんですよ、ね、器を舐めたくなるほど美味しい小豆ということでご理解いただきたいと思います。それこそ広島ならではのね、はい、商品ですよね。へえ、これ広島の手土産にも本当にぴったりな商品ですよね。うん、で、その小豆、美味しく炊かれている小豆と、はい、はい、それと、開けていいですか？はい、小豆からいってみましょうか。これ小豆ね、ともみさん、これ小豆って炊くの大変だから、うん、お菓子屋さんでも、ね、そうそう、業者に作ってもらってるお店も多い中、そうそう、こちらの勝原八貫堂さんは自分でこのまあゴキネブリのあんこはね、うん、自分で炊いておられるので、うん、とっても美味しい。あそこにねスプーンがついてるから、うん、おお、あったあったあった、うん、はい、ここですね、はいはい、 OK、 あら、はい、ちょっとね、眠ってみていいんですか？私もう食べたいのがもう先に来ちゃって。代表してしおりちゃん眠ってみましょう。あ、いいんですか？どうぞどうぞ。もう若さでガッと。すいません。ヤギさんにさっきの説明でなんかのクレームが入ってる。インフォさん、インフォメーションさんかな。ヤギさん見てます。かきもなか味噌汁は合計6個届きます。6個届くね。うん、赤と白3個ずつ。はい。どちらかが届くのではなく、どちらも届きます。はい。そして花もなか3個。
合計9個届く。9個、あ、全部でね。だからこれセットが全部ね、全部届きます、はい、で私が言ったやつが誤解を招いたんだと思います。大丈夫、うん、はい、私で八木さん見てます、はい、きっとこれは白さん眠ってみてって。 ありがとうございます。あ、夫人かな、もしかして夫人かな、夫人だ、夫人かしら。ありがとう、素敵。はい、いいんですか。来ました、美味しそう。ゴキネズミの小豆を、はい、北関東さんが美味しく炊いてる。美味しく炊いてる。いただきます、はい、うーん、しおりねぶりどうですか。しおりねぶりですか。いい、ねはい、うん、最高です。ぶちうまい。来ました。あのなんかちょっと普通のこと違うでしょ。全然違います。あの甘さが激しくないというかすごく上品、うん、で、あの小豆の粒も、うんうん、あのなんていうんですか、こしてある部分もあるので、うん、しっとりしているんですが、はいはい、あのなんていうんですかね、うん、程よく、はい、あの豆感も残っていて、うん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 、噛んだらより甘みが増すというか、とっても美味しい。でもやっぱり上品だから、うん、これ本当にあのお箱もねとっても素敵なので、はい、うん、贈答用でもうぜひっていう感じですね。ね、すごい、すごく美味しい。お、じゃあちょっと私もいただきたいです。ぜひぜひぜひ。じゃあちょっとこのフォークさんでね、はい、でこのモナカが個別で個包装でこの箱の中には8個作れるように入ってまして、うん、はい、一つずつ袋を開けるとこの状態で、はい、ウエストしてる。これがワンセット、このワンセットが8個入ってますね。でこのモナカも実はモナカ夫人のところで作ってます、ね、そうなんです、はい、あ、違うお店のですよね、うん、さっきのとはね、そうね、売ってるのはなんかこっち、さっきのお味噌汁とかお吸い物はもう、うん、あのモナカ夫人のお店ですよね、はい、けどモナカの川屋さんなので見た目そうか、はい、あのこの近隣 の、はい、あのモナカの川は、うん、ほぼほぼ三谷製菓さんが作ってらっしゃるよね。広島シェア率すごいんですね。多分広島飛び越えてると思う。多分ね、もう日本の中で川を作ってモナカっていうこの川を作ってる会社が今多分すごく減っている中、なるほど、三谷製菓さんはもう創業94年で頑張っているのでものすごいシェアだと思います。なんということでしょう、はい、そういうことだったよくご存知ですね、はい、さすが、お友達パワーでコメントも来てました。合ってます、大丈夫かな、さすがって言って、はい、ということでね、はい、ちょっとゴキネブリたっぷり、ひともみさん先にすみません、ひともみさんも行きます、はい、はい、これどうかな、じゃあたっぷりと瓶にたくさん入ってるけど、うん、これはたくさん詰めたくなりますね。ね、ね、美味しそうだわ。ではサンドして、しおりちゃんもサンドしたやつ食べてみたら、うん、ありがとうございます。いただきますよ。ちょっとお先に食べちゃいますね。ぜひ。ぜひ。ありがとうございます。なんか好きなだけ詰めてしまいそうだね。うん、本当ですね。いい音。どうでしょう。やば。ですね。やば。あのね、どっちから言おう。でも正直に私の口に飛び込んできたこの香り。モナカの皮最高、ねえ、夫人めちゃうまいです。いやー、やばい、あの一個ずつがちゃんと個包装にされてるからパリッパリで、はい、香ばしさが半端ないんだけど、うんうんうん、それに負けずとも劣らず主張してくる、上品に主張してくるこの、そうなんです、ゴキネブリ、きっとそう、この小豆甘すぎないですね。小豆美味しいよね、美味しいですね。いやこれね、瓶にこんなに入っていて、ちょっと余らせるかなってちょっとよぎってたんですけど、うんうんうん、余らない、これめっちゃ食べたい、これだけでもいけますね、うんうん、なんということでしょう、ね、バニラアイスも一緒でもいいかなって思ったけど、なるほど、さすがフードコーディネーター平山智美さん、なるほど、ゴキネブリアンにモナカ最高です。あったかいこたつで食べる、最高、いいですね、柱溶けるよ、溶けるよ、あ、いい、めっちゃいい、美味しそう、いただきます。わ、美味しい、うん、うん、おこ、あ、モナカすごいね、うん、香ばしい、まず主張してくるでしょ、うん、この中の香りが、うん、うん、わー、で、うん、後々この現れる、うん、
ゴキネブリのあんですよ、うん、でゴキネブリなんかでも本当これだけ持って食べたいぐらい全然食べれる、この甘ったるくない感じの、こうじゃないですか、もうこうやって全然いける、うん、そのままなんかよくね挟んで食べるってもなんかあるのあるんだけど、はいなんかこんなチューブみたいなのってて、うん、そうですね、ピューってなんか出すやつで、はいはいはい、弾けないんだよね、はいはいはい、ちょっと洋館っぽくなってたりなんかそういう感じ、それに比べたら、うん、めっちゃ美味しいよね、本当に本当にすごい、うん、でこれってこの瓶のまま届くんですね、この箱でこういう箱でセットで届くので、うんはい、私もなかもこの個包装で一個ずつ挟めるだけ届くんですよね、そうだから、うん、食べたい時に食べたい分だけ食べられるってことですよね、食べられるその日、ね、すごい、うんね、めちゃくちゃいいですね、はい、8個分作ることができる、ほう、ね、なるほど、はい、8個ついてます、うん、じゃあ瓶に入ってるから余計にね、はい、こう期間を気にすることなく、そうそう、和菓子って美味しいんだけど、うん、賞味期限短いのがね、この小豆を使ったお菓子とか気になるところですけど、早く食べないといけないっていう、うん、これどうですかね、まあ、開封しちゃったらちょっと冷蔵庫とかね入れた方がいいんだけれども、うん、あの未開封のままだったら、うん、あのもうこれだけでも製造日から1年ぐらい持つので、うん、とっても長く持ちます、ね、だからちょっと今すぐにお正月にもしかしたら合わないかもっていう時もこの機会にちょっとお安く手に入れておいて、うん、確かにまた2月3月にお友達に会う時に持って行っても大丈夫ってことですよね、うん、素敵、はい、これは完全にノーマーク商品でしたね、ノーマーク商品、ね、え知らなかった、すごい、でもね、はい、笠原さんのところって、ねはい、本当はもっといっぱい商品があってですね、うん、あら、そうなんですか、でこれ私全部ここのおすすめなの、はい、すごい、それがもしかしてこちら、あれこれ商品群でしょうか、はいはい、チラチラチラ、ちょっとじゃあ勝原さんのところのアップリしてもらえますか、はい、この辺和菓子シリーズをちょっと見ていただきましょう、ちょっとちょっと これで映るとね、あお茶もありがとうございます、うん、ありがとうございます、嬉しい、この、ね、お菓子群を見ると私知ってるっていうものが出てきましたよ、えどれですか、どら焼きです、どら焼き、これですね、はい、舞太郎のこのどら焼きは北広島町のお友達からいただいたことがあります、あらららら、めっちゃ美味しいんですよ、へ、うん、ね、そうなんだ、取って取って、ちょっと、はい、食べてみます、はい、じゃあ今日は、うん、どら焼き とそれから、はい、みぶまんじゅうっていうのと、みぶまんじゅう、みぶの花田植えがあるところね、花田植えね、これ昔からここみぶ町だった時のね、はい、あれで、はい、それとそれからね、うん、ここの勝原さんとかこの淡雪がとっても、はい、あの有名な、なんですけど、とはね、ちょっと包みも変わってるから、はい、あのちょっと開けてみる、はい、いいですか、うん、失礼しますね、よいしょ、淡雪ってちょっとシュワ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 ってするようなものですか、あそうそうそう、あのこうやってね、面白いでしょ、うん、物語になっている、はい、中にこう、失礼します、あの包みに物語が書いてあって、はいはい、どんどん開けていっちゃって、失礼します、うん、あ、待って、何が出てきた、美しい、美しい、うん、冬の風景みたいな、ちょうど今こんな感じですよね、そうそうそうね、雲海が広がりますよ、冬はね、北島の方、うん、はい、なんか辛いの開けると淡雪さんがいいです、そうなってる、うん、だこれ私がさ、あの、はい、開けてあげるからさ、あ、ありがとうございます、私の花びら餅紹介して、花びら餅というのはこれはね、はい、何でしょう、お正月にしか出ない商品で、はい、これあの勝原さんのところでも、うん、あの今の時期しか、もう今からの時期しか出ない、はい、あの超季節限定のお菓子なので、これをね、うん、今回はぜひちょっと紹介したいのよ、あらまあ、はい、うん、この時期のものということで、はい、気になる花びら餅、お正月の食べ物ということなんですよね、あそうなんだ、でお茶をされていることは、あのあお茶をされている方は初釜のお菓子としてももしかしたらご存知かもしれませんが、うん、はい、そういうちょっと縁起物みたいな感じのね、そうそう、この時期のお正月、ね、この新年にいただくお菓子だそうですよ、ヤギさんが説明してくださってるのには、はい、後輩はもう全然気にせず食べるっていう、すごいすごく可愛い、白いなんかパッと見牛皮みたいなものに、はい、巻かれているけれど、ごめんなさい、私が白着てきちゃったもんで本当に難しい、ごめんなさい、胸のあたり、はい、こうですね、水色のあたりに、はい、皆さんわかりますか、半月みたいですね、すごいね、花びら餅の名は、はい、宮中や神社などの正月行事に使われた
ひし花びらに由来して、正しくはひし花びら餅と書きますかな。ひし花びら餅、うん、で今では茶道の初釜に供される、茶会席の時のね、うん、お茶席菓子の代表になっております。でウイロー生地で作るものもありますが、勝原八貫堂では上質な上用粉と白玉粉で上生菓子風に仕上げ、正月のおせち料理にも合うようにいたしました。なるほど。あのね、藤高さんがね、しおりさんめっちゃ嬉しそうって言って、うん、そうなんですよ。めちゃくちゃ嬉しい。だって刺さってるのが爪楊枝かなんか楊枝かと思いきや、これ何ですか。ごぼうですよ。ごぼうだよね。カメラの向こうからもごぼうですよ。どういうものなんですか。何何何。餅はこうごぼうを挟んであるわけですよ。これ世の中もそういうものなんですか。世の中花びら餅といえばごぼうです。知らないって恥ずかしい。花びら餅って何ぞやっていうところからですね。こう仕上げに見立ててこうごぼうになったらしいんだけれども、まあ、ごぼうってね、あの根が張るとか、うん、あの家庭がこう安定する、うん、そういう風な願いを込める。おせちにも入りますもんね。そうそうそう、うん、あのおせちのあのお正月にも縁起のいい根菜なんですけど、うんうん、それをあのあんが味噌あんね、多分あの、ね、私もあの超季節限定なので、うん、はい、勝原さんのところの花びら餅を食べるのは、はい、今日が初めてなんですけども、うん、あら、じゃあヤギさんも一緒に食べましょう。で、井草さんがね、はい、うん、花びら餅はお正月に家族が集まった時に食べますっていう風にコメントくださって、食べてらっしゃるご家庭はあの八木家に出てこなかっただけで、宮田川家もだと思います。宮田川家もです、一緒です。ちゃんと食べてらっしゃる方は、ね、伝統を重んじてらっしゃるんです ね上等な、ね、白玉粉と、うん、そう、上用粉、上用粉、いただきます。はい、その上から行ったね。私ごぼう、あ、そっちか。食べやすく、うん、わ、美味しい。すごいもちもち、お餅みたいな感じもね、うん、しますしま、うん、うん、え、食べてみてください。うん、やっぱりね、ここのお菓子美味しい。本当どれ食べても上品、うん、ごぼうの存在感が程よいですね。やっぱりごぼうか、ほのかにこうね、うん、土の香りがするというか、ごぼうのいい香りがする。うん、なるほど。味噌あんってどんなものかなと思いましたけど、でも、うん、あのやっぱりあんなので、あんはあんね、薄い味噌味の、ね、あの、うん、ほのかな、なんかね、上だけ食べたんですけど、うん、十分、あ、甘いぞって思ったんですよ。しょっぱいあんではない ね、 ね、うん、はい、けどやっぱりごぼうと食べるだけあって、そのごぼうが立つようになってるんですね、うん、味噌あんが、ねね、これはおせちとも一緒にいただくといいんですか。そうそう、なんかあのおせち料理をみんなでこういただきながら、はい、そこにまああってもいい、うんうんうん、いいなっていう味じゃない。なんかこうおせちの続きで食べれちゃうような、うん、口ちょっと箸休めみたいな、黒豆の次にね、花餅っていう花びら餅、ね、うん、うん、でも甘さのね、あの、なんだろう、ランクで言ったら、うん、そのおせちの栗きんとんより全然甘くない、ね、そう、あ、だからほのかに、うん、すごく食べやすい味です、うん、すごい食べやすい。栗きんとん甘いです、うん、まあちょっとあの黒豆はね、あのご家庭によるかもしれないけど、うん、黒豆がきて、うん、それより上品にほのかに甘い、ね、そうですね。え、上品って、すごい。これさっきの淡雪も、あら、はい、来ました。 ありがとうございます。何から何まで、 何まで、ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、わあ、すごい可愛いですね。え、なんか四角可愛い、プルプルしてる、プルプルしてる。淡雪食べたことないでしょ。はい、ないです。ぜひ食べてみて、はい、あのなんかね、うん、食べたことないから どんな味と思って、なんかこう抵抗がねある人もいるかもしれないんだけど、私めちゃくちゃこれ甘そうに見えるんですけど、大丈夫、私甘いのあんまり得じゃないんですよ。ここの食べたらちょっとあんこがついてた、ね、はい、ちょっとね、フォークにあんこがついてます。ねぶっとこ、すいませんね、ちょっとね、ねぶってねぶりごきした方がいいかもしれない。ねぶってから、はい、味が混ざっちゃう。きれい、シュワシュワシュワってフォークが入りましたよ。本当ですね。いただきます。うん、おいしい。ね、舌でシュワってシュワって潰れていく感じの、うん、あ、硬いものではないんですね。全然硬くないよ、シュワって溶けていく、うん、うん、雪だ、本当に淡い雪、うん、泡の雪、そうそうそう、雪みたいね、うん、
しかも雪も、うん、湿らせたというかずっとある雪じゃなくて、うん、もう今降りましたっていう感じ、軽い、うん、本当に軽い食感、甘さの加減がなんだろう、しつこくないですね、これも、うんうん、ちゃんと甘いんだけど全然大丈夫です、爽やかな甘さというか、すっきりしてる後味が、そう、これ日本茶と合いそう、そう、よろしいです、さっきのね、これこういう風にさ切れてるんよ、あ、すごい、ケースがね、切ってあるんだ、そうそう、切ってある、しかもケースも取りやすいように、うん、そうそう、こうなってるから、おもちゃ箱の引っ掛けてこう出す、うん、ああいう風にこう引き出しみたいな、さおものって言うんだけどね、羊羹みたいな、まあ、羊羹の羊羹の流れでできてるもの、羊羹はこれのもっと重い版なんだけど、はい、これは和風のマシュマロみたいなね、確かにそんな感じです、そうそうそう、マシュマロはゼラチン使うからちょっとフユフユしてるんだけど、こっちは寒天使うからちょっとサクッとこう、切れがこうサクッとしてるんだけど、めちゃくちゃ分かりやすいです ね、今の説明、寒天を使うんですね、はい、はい、そしてちょっとお茶もいただきながら今日のはね、はい、全部もう広島手土産ですから、お茶も広島煎茶荘さんというね、広島のお茶屋さんのお茶でございます、美味しい緑茶でございます、はい、すっきりとこちらも上品でございます、美味しいございます、はい、本当なんか皆さんお腹すきません、大丈夫ですか皆さん私たちばかりいっぱいいただいてますが、うん、ティータイムしながらね、ぜひぜひ召し上がりながら何かね、はい、私たちとティータイムしましょう、はい、井草さんから和風のマシュマロ、うんうんうん、そう、めちゃくちゃ分かりやすいですね、今の説明が本当に、いや、美味しいものがたくさんありますが、うん、はい、次から次へ持つっていう、次から次にえ、これ食べていいんですか、はい、これ時間あります、うん、大丈夫、はい、じゃあ私はどら焼きいこう、あ、じゃあ、はい、行きます、私はみぶまんじゅうです、はい、へえ、それも超おすすめです、はい、あら、勝原さんシリーズですね、ちょっと香ばしい香りがしますね、うん、かわいい、このマイドラとミブマンジュは普段 の、 おやつに常備しときたいみたいな、あ、そんな感じかも、そう、おー、しっとり、うん、どうどう、おいしい、あんが、うん、あんがびっしり、ね、ね、うん、うん、美味しいでしょ、え、全然しつこくない甘さで、こちらも上品、はい、で、どら焼きですけど、うん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 、これね、すっごいしっとりなんですよね、もうこのしっとりは なんで蜜が入ってるのっていうぐらい、なんでしょうね、なんでしょうね、生地も美味しいし、あんこも美味しいし、なんか本当になんかもう今までどら焼きっていうのを、うん、まあ、普段ね、もしかしてあんまり食べない人も、うん、最近はね、ほら和菓子食べない人が多いからかもしれないんだけど、うん、これはねぜひ食べてほしい、これそう、普通のどら焼きじゃないよね、うん、ふわふわそうですね、確かにふわふわなんだけど、何、ほんと赤ちゃんの肌みたいにしっとりしてて、この生地のしっとりねっとりした感じがすごく美味しいの、あんこも程よい甘さで、なんかね、この商品のところに説明に、うんうん、半生ど菓子、うん、半生菓子って書いてあって、うん、まさにそういう感じ、しっとり、もうしっとりしてる、焼き上げましたじゃなくて、なんか食べながら本当こう口の中でで吸ったらなんか蜜がシュッて出てきそうなぐらいシュワッと美味しい味が染みてるの、これあらら、もうね、みぶまんじゅうはもうどっしりと、うん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 、もう任してっていうぐらい、うん、お茶席は任してっていうぐらい、こう安定感抜群のお味ですね、うん、これ食べたことある方いらっしゃいます？よかったら ね、北広島町の方はもう定番なんでしょうね、そうか、確かに確かに、うん、そう、これは美味しいですわ、うん、でね、いろいろご紹介してきたんですけれども、はい、すごいずっと気になってた、うん、こうやってやっとこの出番が藤高さんお待たせお待たせ、そう、このどら焼きがお耳についてますよね、今日のこの勝原さんのやつですよね、そう、マイドラです、ね、なるほど、うん、そういうことだったのか、あんがはみ出さんばかりに主張してますけど、はい、はい、すごいなんか柔らかさも絶妙にこう表現してもらってます、いや、めちゃくちゃすごいですね、リアル、うん、ちゃんと小豆もね、こうこぼれんばかりな感じ、素敵、小豆の粒まで再現されてる、おー、粒々感、ほんとほんと、でね、粒々感って言ったら、はい、右耳ですよ、そうです、は
反対側の耳もすごいことになってますけど、これは今からこれ最後にねご紹介する豆徳さんという、はい、あの豆菓子専門店の豆、あら、豆なんですよ、豆菓子専門店、はいはい、そうなんです、次行きましょうか、はい、豆徳さんですか、ちょっと開けてみたいんですけど、どっち側がいいかな、うん、こっち、手前にしよう、いいです、開けて、開けますよ、はい、豆徳さんというと福山の会社ですかね、こちらはね、福山の、八木さん、はい、甘い香りがする、あ、かわいい、見て、すごい綺麗、ご覧ください、わお、豆徳吹き寄せと竹炭豆ミックスということで、あ、そういうことですね、そっちの袋の方ですね、はい、はい、はあ、はあ、なるほど、だからこっちと、うん、もう一個は白い缶もあるんで、はい、白い缶も開けてみますね、はい、よいしょよいしょよいしょ、いやー、こっちはね、めちゃくちゃ美味しそうですね、すごいね、しょっぱい系、綺麗ですね、しょっぱい系なんですね、こちらはね、塩気がありそうな感じがしますよ、はい、いろいろな豆菓子 と、うん、と合わせてお野菜の野菜チップス、ね、そうです、かぼちゃとかレンコンも入ってますね、はい、こっちはあのフルーツのなんかチップスが入ってます、甘い系はね、バナナとかイチゴとかのフリーズドライが入ってますね、へ、うん、美味しそうですね、うん、こっちもね、でさっき八木さんが言ってくださった、うん、こっちのが、うん、これが竹炭豆ミックスということで、竹炭って珍しくないですか、竹炭の、うん、な中にあのかぼちゃの種とか、はい、大豆とか落花生っていう豆がいろいろで、外は竹炭っていう、あ、待って、うん、そういうこと、うん、あのピアス、ピアス、そうです、はい、あ、要するにこれはそれを説明したかったんですね、はい、出ました、あの、こちらをご紹介したかったんですよね、そうそう、いったお豆にこうコーティングみたいにね、こう衣をつけて、うん、でこう割れてるのはあるかな、あ、中身は見えてます、半分のやつとかもありますよね、そう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 、中からあの落花生がちょっと覗いてますよ、そうそうそう、落花生覗いてるやつね、はい、そう、こういう風に、うん、なんか豆の味と衣の味が楽しめるという、はあ、なるほど、そういうことですね、はい、実はね、私この豆徳さんの竹炭豆のこの豆菓子大好きで、そうなん、知ってた、私の中で知ってて大ヒット商品なんですよ、うん、激アツなんですね、ちょっと語っていいですか、うん、これね、私の出会いもね、かれこれ10年以上もたかれこれ20年近く前ぐらい、あららら、そんな古い商品ですよね、これきっとね、昔からありますよね、うんうん、で某番組の、まあ、レポーターをしてた時に、うん、打ち合わせ の、 あのテーブルよくあるでしょ、ずっと置いてあったの、ほう多分誰か取材に行ってお土産で大体置いてあるでしょそうですね、大集合しますよね、はい、で大体なんかちょっと端に寄せられつつ ずっとあっ て、 っあった気になってたけど、はいはいはい、ある日ちょっと手を伸ばしてみたら激うまで、いや、なんじゃこりゃみたいな形で、あまりにちょっとずっとあったから、あの新しい袋も合わせて私もらって帰りますねって言って、はい、そこから私の愛用品がスタートもう止まらなくなっちゃう、もうそんなに八木さんが、私がこれは好きだと思って、でもみんな見た目でね手を出さないと、ね、ちょっと敬遠しちゃうかもしれない、竹炭って分かってても黒いし炭だしと思って、だからね、竹炭ね、このこっちのしょっぱい味の缶には竹炭が入ってるんですよ、あ、本当だ、ね、あ、ちょこちょこっと入ってますね、そうそうそう、落花生版だかな、そっち、でもこれめちゃくちゃ美味しくて、美味しい、で私はその出会い以来本当に好きで、あの店で見つけたら買ってたりとかしたんですけど、うんうんうん、そしたらある日、うん、私の友達もこれが好きっていう話をしてて、で知ってるよねみたいな、これ美味しいよねって言って、そう、そんなに、ただ今回うちの姉がちょっと東京にいるんですけど、うん、帰省してきてて、はいはいはい、でもう帰り、あの会社のみんなに配るお菓子をもうこれにしてくれって言って広島駅でこれを一緒に買って、あ、広島駅でも買えるんだ、買えます、買えます、はい、アバンセさんのところに、ね、なるほどなるほど、はい、あ、でもねミックスがないのよ、あ、そうそうそう、あの、この、あの、落花生かぼちゃの種と、うん、あの大豆と落花生が中に入ってるこのミックスの竹炭豆っていうのは、この袋の中にいろいろ入ってるっていうのは、はあの本店じゃないと買えない、福山行かないと買えない、そうなんだ、そうそうそう、うん、え、でも今日これ買えちゃう、そう、今日は特別に、いや、そう、福山行かなくてもお取り寄せできちゃう、はい、これぜひちょっと食べてみて、甘い方私初ですね、本当、こんな可愛い商品も出てるんですね、い
八木さんどれいきます？じゃあピンクいっていいですか？あ、ぜひぜひ。あ、なんかパウダーがついてる。ピンクは何だったかな？ピンクなんでしょうね。これはそう、なんかこれと一緒にね、こういうしおりがついてくるのでね、味を味当てチャレンジもできそう、これ。プレッシャー。え、やって、はい、食べてください。はい、食べてください。いただきます。うん、ラズベリーっぽい、ベリー系、いちご ラズベリー、なんだろう、いちご正解ありがとう、優しい、しおり優しい、いちごちゃんと酸味もある、うん、あ、そうなんだ、うん、あ、でもこれ何、なんかチョコレートっぽいのでコーティングされてますね、あのチョコレートが使ってあるのもあるし、うんうん、あ、チョコレートじゃないのもある、うん、あ、それぞれですね、いちごミルク豆じゃないですか、え、それだ、それそれ、ね、めっちゃ美味しい、これ子供めっちゃ好きなやつですね、ミルクコーヒー豆とか、うんうんうん、いちごチョコカナッシュ、うん、カナッシュカシュか、いちご、んカシュ、いちごカシュナッツだね、チョコカシュ、あ、そういうことか、カシュナッツ、いちごからでホンティングされてるよ、ね、なるほど、しおりカタカナ並ぶとちょっと難しい、そういうことか、うん、でもなんかそういう話をしながら、そう、もう一個いい、うん、しおりちゃんも食べるのもいいな、そう、今度ちょっとちっちゃいお豆、うん、これ、うん、大豆かな、多分ね、黄色いのはあのマンゴーじゃなかった、マンゴーミルク、そうです、マンゴーミルクあります、マンゴーこれぐらい、マンゴーミルク、ね、黄色いやつこれぐらいね、うん、そうそうそう、はい、美味しそう、いただきます、うん、うん、食べよう、うん、ポリポリ、うん、あ、食感も豆によって違いますね、うんうんうん、柔らかいのがあったり、コーティング具合は全然違いますね、うんうんうん、あ、美味しい、私コーヒー、うん、コーヒーだった、うん、ミルクコーヒー、これ病みつきになるし、こうなんかこれなんだろうなんだろうって言いながら食べると盛り上がりますね、うんうん、これすぐなくなります、すぐなくなるやつ、なんかね、みんなでこうつまむのにすごいいいでしょ、本当、甘いのなくなったらね、しょっぱいのも、しょっぱいのどうぞ、甘いの続くと、はい、なんかしょっぱいの食べたくなる、食べたくなる、ちょっとね、え、しおりちゃん、この竹炭行ったことある？ないです、これ行って、これ本当に行ってめっちゃ美味しいからこれ行って、いや、やばい、先輩の圧を初めて感じました、八木さんいつもほんわりだからすごいお優しいんですよ、これを食べなさい、初めてもうもう強い意志を感じました、行っていただきたい、いただきます、はい、行ってください、竹炭、はい、いい音、待って美味しいです、うん、このちょっと黒いこのグロテスクチックなこの外観から想像つかない美味しさでしょ、すごい美味しい、塩味がちょうどいい、うん、そう、うん、ちょっと醤油が入ってる味の、うん、そう、あ、うん、なるほど、そう、なんか竹のこのなんか感じも美味しいし、ね、つるっとした感じもいいし、炭って聞くと私もう、うん、書道をずっとやってたからかもしれないんですけど、炭すって始めるタイプなんで、うん、炭で書道みたいな感じなんですけど、うんうん、全く感じない、うん、え、すごく美味しい、美味しい、ね、これはハマる、そうなの、ハマるの、これはね、ちょっと私も炭いただこう、ぜひ、もう久しぶりに食べちゃう、うん、うん、あ、美味しい、うん、うんうん、これこれって、うん、これこれ、お醤油のね、ちょっとこうなんかお醤油だけどこう甘くないんだけど甘醤油っぽい感じね、うん、なんだろう、なんか美味しい、でさっきの美味しいよ、これ昆布の巻いてる、昆布ですか、昆布とか、そうそう、昆布だ、これ昆布なんだ、うん、あ、うん、見せずに食べる、うん、ごめんなさい、うん、見える夢中になって、すごい、なんか海苔がいっぱい貼ってあるのかと思った、うん、え、昆布なんですか、美味しい、美味しいでしょ、こんなに昆布が張ってあったらそりゃ美味しかろう、ちょっといや、めちゃくちゃ美味しいです、うん、ちなみにあの野菜チップスもおすすめなんだけど何でもおすすめ、風味がいい、ね、うん、あの、なんて言うんですかね、うん、え、全然違うんですけど、うん、納豆みたいなこうなんて言うんですか、こう、うん、特有の香ばしさ、うんうん、ネバッと感を感じます、うん、感じた、うん、この昆布ね昆布ね、ほのかにね、そう、ほのか、すごいほのかに、うん、だからあの後引くうまさ、うんうんうん、へえ、これでも本当こうやって話しながら次黄色いの食べちゃおうとか、うんうんうん、ね、盛り上がる、うん、そう、大変、あ、美味しい、黄色はカレーじゃないな、うん、カレーなんでしょうか、ね、カレーかな、あ、カレー、え、イカふくいや、ふくマヨネーズだ、マヨネーズだ、この色は、これまた美味しいです、まあ、なんか食品をね、うん、こう感じられるお菓子っていいですね、お菓子、うん、食べ物、うん、イグサさんが先輩の圧、うん、
ついつい食べちゃうやつやばいですよ。やそう、カッコ食べたいっておっしゃってくださいそうなんですよ。でこうやってねずっと食べてたらね、はい、あの食べちゃうので、うん、ちょっと逃がします、はいはい、すごい美味しい、ね、これが今日は特別セットになって、うんうんはい、あの送られるっていうことなんですよね。そうなんです、はい、でしかもあのカタログが見てほしいんです、うん、かわいいんですよこちら。え、八木さんはこれ見たことあります？え、カタログは知らないな、うん、あららら、はい、そうなんですよ、うん、このカタログがあるらしくてですね、これが夏、はい、でこれが秋冬、秋冬、秋冬かな、うんうんうん、このねカタログなんかでねこう、うんご紹介してくださるのって私はテンションが上がるんですけど、皆さんどうです？そうそう、あのね、なんか私は紙で見たい派だから、うん、ついついこうカタログがあると。いや、そうなんですよ。これで中を開くと商品の紹介が入っていろいろね、はい、八木さん大好きな、はい、いつも物語を入ってあったりとか、はい、高瀬美もね紹介してあるんです。いろいろね、はい、贈答用にいかがですかとかって言って、はい、このパンフレットも一緒に今回もらえるんですかね。あ、いや、あのね、これは、今回ついてるわけじゃないんですけど、うん、まあ、豆徳さんで、はい、あのお買い物をすると、うん、あの次の号ぐらいから送ってくるかな。なるほど、はい、あ、なるほどなるほど。でもお知らせしてほしいぐらいに、うん、こう幅が広いですよね。甘いのからしょっぱいの、たくさん、ね、あるんですよ。こうカタログができちゃうぐらいあの種類がたくさんあるから、うん、もうなんか多分あのパソコンの中とかスマホとかでこう見切れないくらいだから、うん、これはぜひあの紙で見てゆっくり選んで、うん、すごい幅があって、すごい色々コーディネーター的にはこれはずるいわって感じなんじゃないですか。めっちゃいいですよこれね、こう季節ごとにこうやってページ作って、うん、わー、皆さんぜひぜひいいですね、はい、頼んでください、はい、送りたい方の顔が浮かびますね。あ、そうですね、誰々に食べてもらおう、はいはい、さすが先輩、はい、そういうことですね、そういうことです、勉強になります大丈夫かな、テーブルの上が大変な賑やかさになってますけどよう食べたわっていうぐらい、はい、本当に、はい、すごいね、あのもうどれもどれもなんかこうねおすすめだから本当盛りだくさんになっちゃいましたけど、はい、やっぱりしおりちゃんやっちゃったねってありがとうございますありがとうございます。大黒巻き、大黒巻きですね、はい、まあでもここカットされるからカットしてもらえるから安心してるでしょそこだけ繋いでもらいたい、安心してもらえる、なんだよあーアーカイブでねどういうことみたいな、今日のトンチンカンみたいなありがとうございます、まあ、あのご紹介してきたんですけれども、はい、以上のご、うん、商品というかごセットご紹介しまして、はい、24時間なので、うん、明日の夜9時頃までしかオープンしていないので、うん、あの欲しいなって思った方はすぐすぐ購入してみてください。であの重ね重ねなんですけれども、花びら餅の方はですね30日の発送で、31日にはあの広島県内だったら着くかなっていう感じで、であのお餅が固くなってしまうので1月4日まで賞味期限となっておりますので、うん、お気を付けください。はい、はい、以上でした、うん、ここから戻ります。どれも美味しかった、はい、いやもうね何買って持っていこうって迷いますね、ワクワクでしたよね、ワクワクでした、あれもいいしこれもいいしって、うん、自分用にも欲しくなるよね。そうですね、うん、もみさん的にはもうなんか全部言ったら老舗だったじゃないですか。そうなんです、今日は老舗セレクトっていう感じだった。全然全然もうね、あのただ送った人がこれならきっと喜んでくれるだろうなっていうのをイメージして選んだらたまたま全部老舗のお店だったという、ね、いや広島もでもやっぱこれだけ頑張っている企業があって、うん、ちゃんと残ってるっていうところがね、うん、そうなんですよ、嬉しいですよね。やっぱりあの原材料にこだわってることだとかね、うん、その広島県産の材料を使ってるんだとか、なんかこういろいろあの表現してるこの思いの部分がやっぱ共通してるのがあったかなと思うんですよ。うん、はい、本当本当だからね、これどれを選ばれても絶対に損はさせないですし、きっとファンが増えること間違いなしですね、うんうん、はい、うん、喜ばれることも間違いなしです、はい、なしです、はい、ぜひぜひ購入してみてください、はい、さああっという間だったんですけれども、うんうん、もう3人でやりたいなって思うぐらいだったんですけど、八木さん的には今日時間が超過してますけど、そうなんですよ、皆さんお付き合いありがとうございます。すみません遅くまで。八木さんどうでした今日？すごい楽しかったです。やっぱ、ね、すごい賑わいましたけど、でもこれだけのやっぱ作り手の方がいらっしゃって、こうした美味しいものが広島で作られてるってことはね、
私たちやっぱりどんどん発信していきたいし、そうそうそう、いろんな方に食べてもらいたいですね。思いました、うん、いやこのライブコマースすごくいいなって思いました。ありがとうございます、はい、そんなこんなで、はい、年内ラストのライブコマースだったんですけれども、うんうん、来年もやります、はい、来年もきっとコメントはパソコンからですね。そうなんです。よろしくお願いしてほしいけどね。よろしくお願いします、はいはい、ということで、次回はですね1月28日の土曜日、同じく夜8時からとなっております、はい、で次回のゲストさんなんですけれども、あの八木さんのご友人、はいはい、柿もなか味噌汁を作ってらっしゃる三谷製菓さんのこちらでございます、はいはい、もなかの専門店というねユニークな会社さんなんですけれども、はいね、そこのもなか夫人ご本人に登場していただこうと思います、はいはい、友達が頑張って出るということで、いや楽しみにしてました。めちゃめちゃ楽しみにしてましたよ。でも今日はコメントでね、はい、きっと聞いてくれましたね、参加してくださったので、はい、お待ちしております。頑張ってね、はい、見てるね、はい、そして皆さんも来年もよろしくお願いします。お願いします。さあこんなこんなで終わります。あ寂しいな、はい、でも皆さん素敵な、うんうん、クリスマスと、うん、ね、良いお年を、はいはい、お過ごしください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またね。また来年お会いしましょう。